イラカカイラカカは、マダガスカル南西部、フィアナランツォア州に属する都市。1990年代中頃までは、人口40人ほどの寒村だったが、1998年に、世界最大級のサファイアの大鉱脈が発見されると、マダガスカル中から、一角千金を狙う甲府たちが押し寄せ、2005年には人口6万人の都市にまで成長した。 急成長した鉱山町であるため治安が悪く、町の入り口では常時検問が行われている。イラカカは首都アンタナナリボから南西に七百三十五キロメートル離れた場所にあり、アンタナナリボ、フィアナランツォアとトゥリアラを結ぶ国道上に位置する。かつては乾村であったが、九百九十八年にサファイア鉱山が発見されて以降、サファイア熱に浮かされた人々が、 毎日100人単位で押し寄せ、西部開拓時代のような荒っぽい場所となっている。街には、バーや売春屈が立ち並び、街中では、暴力が絶えない。サファイア掘りの甲府たちは、水も電気もない掘ったて小屋に住み、大きなすり鉢状の井戸を掘って、そこで、サファイア採掘を行う。BBC ニュースプログラムズ、フロムアワオウンコレスポンデントマダガスカル、エッサファイアラッシュ。 2010年10月8日閲覧。ありがとうございます。